はじめまして。今日からお世話になる使用人なんですけども。紅茶が入りました。ああ。あれ、もしかしてご主人から聞いてません？主人は私だ。今日も一日、そうして外を眺めていらっしゃったのですか？この屋敷には私しかいない。私はあなたが屋敷から出るところを一度も見たことがないのですが。突然の訪問をお許しください。出ることもある。お前がここに来る前、ロードに呼ばれて城へ行った。ロードの命によりその男を引き取りに参りました。いや、それが一番最近ですか？ああ。まさか私が来る前からずっとそんな生活を。そのものは多くの問題を起こした人間ですゆえ、ロードが会いたいとおっしゃっております。ああ。外に出られない理由があるのでしょうか？いいや。ではいつも何を見ていらっしゃるのです？私のものだ。空、森、大地。あれ？この窓から見えるものすべて、私にはこれで十分だ。この屋敷で働いているものだ。勝手に引き取られては困る。十分？この広い屋敷にたった一人、何年も。ロードにそう伝えてほしい。他に望むものはないというのか？それではあまりに。その上でまた参ります。帰っていった。だが、お前の入れた紅茶は気に入っている。家主を引き下がらせるとは。この男、何者だ？そうですか。